よろばんにょがせよ。もごもご意味だ。えー、もごもごが新しいチャンネル、もごもごニュースを作りました。えー、ここでは韓国と北朝鮮そして日本帝国時代のお話を送りますので、えー、これに関して興味がある方はぜひもごもごニュースを検索してみてくださいね。じゃあ今日の話はまたテジョンイバンオンの時の話なんです。朝鮮の三大王テジョンイバンオンの性質ウォンギョンワンフ皆さんも ご存知だと思います、えー、イーバーンはこのウォンギョン・ワンフのおかげで王になりました。えーまあ、それだけじゃなくて、まあ、人生の恩人と言っても過言ではないぐらい活躍した女性なんですが、えーまあ、このウォンギョン・ワンフに関して、まあ、以前の動画で説明したエピソードがありますが、えー、ある日テジョンが自分に対するクーデーターを鎮圧するために出陣した時にそのテジョンの馬だけが、えー 戻ってきた時に、ウォン・ギョン・ワンフーは、旦那様の仇を討つと言ってから。この馬に乗って戦場に行こうとするんですが、それをある使用人が止めるんですね。ここでは、この使用人の意、ちょっと注目してほしいんですが、イーバン・オンが王になってからは、ウォン・ギョン・ワンフーとの権力の戦いによって仲が悪くなりますので、イーバン・オンはそのウォン・ギョン・ワンフーに対する復讐なのか。 を18人も入れるんですが、えー、その中で1人がヒョンビン・キムシッというワンウの使用人でした。えー、ウォンギョン・ワンフは高麗のものすごく有名な貴族だったので、自分の使用人が自分の旦那の側室に入ったということがものすごく侮辱だったと思いますね。それだけじゃなくて、 イーバーンは実際もう一人の王孔のあワンフの使用人を自分の側室として入れていました。彼女の名前はシンビン・シンシと言います。自分の使用人を二人も側室にした旦那を見て、この貴族のウォンギョン・ワンフはどういった気持ちでこれを見ていたでしょうか 新聞紳士はドラマ「龍の涙」で確認することができます。最近のドラマでは出てないんですけれども、ただこの「竜の涙」がだいぶ昔のドラマなので、写真がなかなか入らないし、画像も悪いので、今日は、えー、新しい記述である、えー、ちょっと AI を使って作った顔で紹介してみたいと思います。 じゃあさっきのヒョビン・キムシの話に戻ってみると、ウォンギョン・ワンフとしては、この使用人たちがあまり好きではないですよね。特にその中でヒョビン・キムシが大嫌いだったらしいんですが、まあ、ある意味では、このヒョビン・キムシがウォンギョン・ワンフを裏切ったことになるので、 ウォンギョンワンはこれを許せなかったと思います。なので、ヒョビン・ギムシとウォンギョンワンフはずっと仲が悪かったようですが、えー、ただし、紳士の記録を見てみると、ウォンギョンワンフは紳士に対しては何も言わなかったみたいです。 えー、もしかしてこの時にウォンギョン・ワンフはもう諦めていたのか、親聞紳士の人柄が良かったのか分かりませんが、ウォンギョン・ワンフは使用人だった親聞紳士だけは、えー、そのまま受け入れたらしいですね。 じゃあ、そのおかげか、ヒョビン・ギム氏と違って、シンビン・シン氏とテジョン・イーバンオンの間では、三男、七女というかなりの子供が生まれます。二人の関係はとっても良かったということですね。 えー、そして記録を見てみると、恩ワンフは、新聞紳士を、えー、とても信頼していたようで、恩ワンフが持っている王妃としての権限を新聞紳士に委託するんですよ。つまり、新聞紳士は即日なのにもかかわらず、王妃に匹敵する権力を持つことになります。 そしてイーバンオンも自分が病気になったりとかしてて、まあ、体が弱くなった時に自分の介護は紳士だけに任せたらしいのでイーバンオンの紳士に対するものすごい信頼感が感じられますねじゃあその新聞紳士とイーバンオンの間で面白いエピソードがありますが じゃあ、テジョン・イーバーンがある日、紳士との間で生まれた娘の結婚の準備を行いました。え娘の結婚相手を探そうと、あそれを探しているという、まあ、お知らせを、いろんな貴族の自宅に送りましたが、その中でイーソクという人物がこういった話をします。大事な息子を使用人の娘と結婚させるもんか。そんなことしたら自分の息子は終わりだと言ったらしいですね。 もちろん、王の前でいたわけじゃないけど、まあ、こういった発言はしたようなので、それで、えー、この噂はものすごく広がりますね。これを聞いたテジョン・イーバーンは、まあ、皆さんもわかると思いますが、イーバーンはイーソン家の息子なんですよ。なので、このイーソンに対して、お尻叩き100回、えー、100回とか叩かれたら、実際死にますが、おそらくイーソンはこの後も生きていたので、まあ、自分の使用人に代わりにさせたんじゃす。 ないかなと思いますが、とにかくかなりの刑罰を下します。で、それだけじゃなくて、えこのイーソンの全財産を没収して身分は奴隷にします。これでイーソンのものは終わってしまいましたね。それだけじゃなく、 あの言い場ですので、その息子、息子は何の罪もないと思いますが、その息子も一生結婚できないように、えー、そういった命令を下しましたので、遺、ま、存、あの家門はもうこれで終わりになりましたね。えー、実は、後に、まあ、時間がだいぶ経ってから、遺存の息子の結婚禁止令は、まあ、撤回されますが、遺族が奴隷になったのは変わらなかったので、えー おうと結婚ができるぐらいの名門家もがこの事件によってトレーになってしまったことも覚えてくださいね。じゃあ これをきっかけで、イーバーンは王族の結婚はすべて完璧という、まあ、いわばオーディションを通してから行うようにします。まあ、イーバーンが自分の王権と権威を強めるためにもあったと思いますが、えー、これで悲しませた紳士への気持ちもあると思いますね。えー、自分のお母さんの身分が低いので子供たちが殺して、えー、それで悲しんでいた紳士を慰めるために完璧を始めたかもしれません。 じゃあ、これぐらい、テジョン・イーバンオンに愛されていた、えー、紳士、皆さんもわかると思いますが、朝鮮時代は王に愛されるというのは、まあ、それだけで権力じゃないんですか。えー、それによって で結局紳士もいろんな事件に巻き込まれますが、えー、例えばある家臣が賄賂を持ってきて、まあ、自分または自分の家門に,、まあ、とにかく罪を犯したんですがそれを王によろしくと言って何、えー、とかその罪を免れるんじゃないかなといって賄賂を持ってきたんですよね、えー、またはこういったエピソードもありますが、えー、ある軍用が紳士に来て賄賂を入れてちょっと中国が見てみたいので通行協議を 評価を、えー、いいいいいたたただけななでですすかみたいなお願いもしたらしら、えー、つまり、えー、権力が紳士に集まったんですね。もちろんそれは、まあ、他の家臣たちが見てこれを問題だと思ってテジョンイーバンオンに言いますが、えー、もちろんこれを許すわけにはいかないけれども、まあ、注意ぐらいで、えー、終わったらしいですね。まあ、それぐらい紳士はイーバンオンに愛されていたと思います。 そしてこれは E 番号が年を取って引退しても変わらなかったのでその息子であった成ンもお父さんのこの気持ちを理解していたと思います。 じゃあ、ウォンギョン・ワンフーが56歳、マラリアで病死してしまった時も、その息子であるセイジョンは、えー、その次、自分の妻がいるにもかかわらず、一旦まず、真摯に、そのお母さんの代わりの仕事を続けてほしいと言うんですよ。つまり、ジョンも真摯のことをとても信頼していたかもしれませんね。 実際、セジョンの記録を見てみると結構、紳士が出てきますが、まあ、その後、まあ紳士が仕事がうまくできたということでい、まあ、わば、まあ、ぐらいを上げるつまり昇進まですることになりますので,でセジョンはいつも紳士に感謝していたらしいですね。 じゃあ、これを見た、引退した王、テジョン・イーバンオンは安心したのか、その後、病気によって亡くなりますが、えー、これで、紳士も、テジョン・イーバンオンの魂を自分が守ってあげたいと言って、甘さんになってお寺に入ることになります。そこで、残った人生をテジョン・イーバンオンの冥福を祈る仕事をしながら、テジョン・イーバンオンが死んで、13年後に58歳で亡くなります。 の号なんですけれどもセジョンは、えー、この神秘神士が即死沙汰にもかかわらず王子に準する待遇のお葬式を行おうとするんですよもちろん家臣たちは反対するんですがヘジョンがかなり強くこれを押し通したので家臣たちもこれを受け入れるしかなかった という記録がありますのでえ、皆さんも分かると思いますが、清尊大王って結構優しいイメージありますが、イーソンゲの孫でイーバオンの息子ですよ。セジョン大王も切れたら怖い王だったので、えこれはそのまま清尊のえ意思通りに通ったと思います。 えただ、残念ながら、こんなにイーバンオンに愛された紳士なんですが、やっぱり即死数なので、お墓は一人でえ眠ることになりました。イーバンオンは、ウォンギョンワンと一緒に眠ることになりましたね。じゃあ、実際、ドラマではあんまり語られていない、テジョン・イーバンオンが一番愛していた即死数。 이때 그때 진짜 진짜 고마워요 여러분 안녕.